皆さんこんにちは。2021年の1月に58年の活動に幕を下ろした石原プロ所属の人気俳優神田正輝さん。石原プロで始まり石原プロで終わるという社辞を記した神田さんはフリーで活動していくことを表明しました。最近ではバラエティ番組朝だ生です旅サラダの総合 MC を務め、俳優業もほとんどやっておらずテレビに登場するのはこの番組くらいです。そんな神田正輝さんの最近の様子、過去のさまざまな女性と浮きな卒業大学、プライベートな恋愛、そして結婚について詳しく迫ってみました。神田正輝さんプロフィール、愛称ドック、本名神田正輝、生年月日1950年12月21日、身長178cm、出身地東京都赤坂、最終学歴日本大学芸術学部映画学科卒業、所属事務所フリー、元石原プロモーション。俳優の神田正輝さんが最近げっそりと激痩せしたことから、病気がんではないか、また2021年に娘さんが亡くなられたショックによる激痩せではないかと噂されています。噂になっている神田正輝さんの激痩せの原因や激痩せした時期について解説します。神田正輝さんが激痩せする前と後を比べてみました。激痩せする前、2020年頃、この頃はまだ健康的な表情をされていますね。特に頬がこけているなどといったこともなく、血色も良いので激痩せといった不健康な様子は見られません。そして激痩せしたと噂になっている2023年の現在です。頬の肉がすっかりなくなり、全体的にお顔が小さくなられていますね。血色も少しよろしくないように見えますので、健康状態も心配です。実は病気がんを患われているのではとの噂があります。病気の症状によって体重が落ちるということは珍しくないのですが、病気によって痩せ方も異なってきます。では神田正輝さんの激痩せはどういった理由からなのでしょうか。神田正輝さんの激痩せ理由はファスティング断食であると公表しています。神田正輝さんは2023年8月21日ニュースポストセブンの取材にこのように答えています。あはは、何、あのね、ファスティングしてるの。1年半前からファスティング始めてね。だから病気とかそんなんじゃないから笑い。1年半前といえば娘の神田沙也加さんが亡くなられた後からファスティングに取り組んでいることになります。以前から取材に答えないと決めている神田正輝さん、これ以上のことは答えてくれませんでした。とはいえ神田正輝さんの激変した姿は1年半前からではなく、つい最近のことでした。神田正輝さんの激変した姿を時系列で見てみましょう。2020年、娘さんが亡くなられる1年前、ずいぶん前に旅サラダでお目にかかった時と変わらずです。今年2023年の3月末頃に撮影された神田正輝さんを見てみると、なんとつい最近まではお元気そうな姿でおられたのです。1年半前からファスティングを始めたという神田正輝さん、少々スリムになられましたが大きな変化は見られませんでした。そして現在です。たった3ヶ月間の間にげっそりと激痩せされているのがよくわかりますね。わずか数ヶ月間の間にここまで痩せてしまったとなると、何かしら健康面で問題があったと考えるのが妥当でしょう。ただ痩せただけではなく、髪へのダメージも大きいのが見て取れます。このように激変した時期や姿から見ると、断食だけが理由とは考えにくいように感じます。どういった理由が考えられるのでしょうか。病気説は否定していますが、このような状況ではないかと言われています。がんなどの病気、娘の秘宝、食欲不振、独立の不安、神田正輝さんの激痩せの原因としてやはり一番可能性があるのが病気がんの症状による激痩せです。なぜ病気がんになった場合に筋肉や皮膚に恐ろしいほどの悪影響を及ぼすのかというと、がん細胞そのものが多くのエネルギーを消費するからです。また病気がんにかかった場合、
白髪が極端に増えるなど、髪へのダメージも大きく現れます。もし病気、がんを患っているとなると、一刻も早く回復のため治療をしていただきたいですね。と、ここまでは神田正輝さんが病気、がんではないかということを前提にお話ししてきましたが、そうではない場合についても触れておきます。ただし、神田正輝さんが病気、がんでなかったとしても、あることを気に病まれていることを前提とします。それは娘さんとの別れです。神田正輝さんの娘さんである神田沙也加さん、2021年12月18日に北海道札幌市のホテルにて他界されました。神田沙也加さんは亡くなられた日、相方だった黒崎麻音さんに寂しいとラインを残していたマイフェアレディの公演前に連絡がつかなくなり、浅香真奈さんが代役、そしてホテルから転落ということがあり、自ら命を絶たれた可能性が高いとされています。神田正輝さんは娘の神田沙也加さんの急逝が報じられた後も仕事を休むことなく続けていました。出演した朝だ、生です旅サラダの番組内で食事をする様子が報じられた際、きちんとしたご飯は久しぶりだと話していました。神田はごいしいと絶賛し、チャーシューって久々にちゃんとしたご飯食べたんだけど歯ごたえがあるねと明かした。マナ娘の秘宝に一人でいるとご飯を食べる気にもならなかったのでしょう。神田正輝さん、事務所から独立し個人での活動や加齢による記憶力低下で仕事への不安があるのかもしれません。石原プロダクション一筋で仕事を受けてきた神田正輝さんですが、2021年に石原プロダクションが解散しています。神田正輝さんは個人で活動することを選びましたが、仕事は朝だ、生です旅サラダのみです。加齢による影響からかセリフが覚えられないため俳優業は断っているんだそうです。神田正輝さんは23歳の時に石原裕次郎さんに声をかけられて芸能界入り、50年近く石原軍団の一人として活躍し続けていました。こうした変化への不安や寂しさがストレスとなり激痩せされたと予想できますが、考えるほどやりきれなくなってきますね。次に神田正輝さんの再婚の噂について見ていきましょう。結果から言ってしまうと、松田聖子さんと離婚後熱愛報道がいくつかありましたが、再婚の事実はありませんでした。事実婚のような状態だった銀座クラブのママや再婚寸前まで行ったのではと噂されるモデル長谷川理恵さん、他にも数々の恋愛遍歴を積んできたとの噂が絶えない神田さん、過去には再婚に前向きだった時期もあったのかもしれません。再婚はしなくとも、これからもまだまだ浮き名のを流しそうな永遠の色男というキャラかもしれませんね。神田正輝の彼女三船美佳との熱愛報道。2016年元旦、33歳差の女優でタレントの三船美佳さんとの熱愛報道がありました。この時三船さんの離婚が成立する前だったので、この報道が事実なら不倫ということになります。朝だ、生です旅サラダ、テレビ朝日系列の番組で共演しているうちに親しい仲になったと報じられましたが、この報道に対し神田さんは語気を荒げ、仕事以外で食事をしたこともないと否定しました。神田さんは怒りをあらわにし、笑えないですよこの報道はと報道陣に苦言を呈しました。離婚調停中の三船さんをかばったのではという声もありましたが、真相は藪の中です。女性関係の問題では岡田由紀子さんとの関係があるのではないかと言われています。様々な憶測が飛び交っている神田正輝さんと岡田由紀子さんの関係。岡田由紀子さんはアイドル歌手として人気絶頂だった1986年4月8日に自ら命を絶ちました。自殺の原因となったのが恋愛問題だったのではないかと噂されました。その相手が神田さんだったのではないかというものでした。他にも当時岡田さんが初出演したドラマの共演者で演技指導で親しくしていたと噂された俳優の峯岸徹さんの存在についても、二人は恋仲だったのではと囁かれていたようです。舘ひろしさんの子供を宿していたのではないか、
神田さんの子供を宿していたのではないかなど、さまざまな噂がありますが、岡田さん亡き後、真実はわからないままです。今現在も、岡田さんの自殺の真相について考察するサイト、SNS 投稿などが後を絶たないほど、非常にショッキングな出来事だったようです。また、交際していた長谷川理恵と破局もしています。23歳差のモデルの長谷川理恵さんと交際していた神田さん。一説によると、結婚をしたかったのは長谷川さんの方で、逆プロポーズをしたものの、神田さんの煮え切らない態度に別れを決意したという情報があるようです。当時、長谷川さんは38歳、神田さんは61歳でした。その後、長谷川さんは自著、眼力、愛を叶える心、マガジンハウスを出版。本の中で、神田さんとの恋愛中のエピソードなどが、赤裸々に語られていると話題になりました。神田さんからのオフィシャルな情報はなく、これらはあくまでも長谷川さんの一方的な言い分と捉える節もあるようです。大人の魅力を漂わせるダンディな神田さん。そんなモテおじの神田正輝さんから目が離せません。神田正輝さんについて調べていると、神田正輝医学部というワードである程度検索されていることが分かりました。神田正輝医学部というワードから推測できるのは、神田正輝さんが進学した大学の医学部はどこといったことで検索されたのかもということです。神田正輝さんの学歴を調べてみると、1973年日本大学卒業、1969年日本大学高校卒業となっているようです。ということは、日本大学の医学部を卒業しているのかと思いますよね。でも神田正輝さんが卒業したのは日本大学の芸術学部映画学科です。ということは、神田正輝医学部というワードの検索意図とは合致しないようですね。医学部卒は神田正輝とは別人だった。さらに調査を進めると、福島県立医科大学の医学部で令和元年7月に第50回日本医学教育学会大会で優秀賞を受賞した神田正輝さんという学生がいたようです。令和元年7月27日本学医学部3年神田正輝さんが第51回日本医学教育学会大会の学生セッションにおいて優秀賞を受賞いたしました。読みが神田正輝でも、神田正輝さんとは一字違いの神田正輝さんです。似たような名前だったので、神田正輝医学部で検索しちゃった人が多かったのかもしれないですね。さらに調査を進めると、神田正輝さんの俳優時代の演じた役が医学部に関わっていることが分かりました。神田正輝さんは1980年に刑事ドラマ「太陽にほえろ」で刑事西条明、通称ドックという役を演じています。設定では、ドックは医学部中退という設定から、元ドクターという設定からドックとなったようです。神田正輝さんはドックがハマり役となってブレイクしています。どうやら神田正輝医学部というワードの検索意図は、神田正輝さんの医学部の役はということだったかもしれないですね。ただ先日した太陽にほえろの元医者役の時に、医者の振る舞いについて指導してくださった医者がいると言います。現在病気も噂されている神田正輝さんですが、通院する病院もはっきり分かっていません。しかし関係者の間では周知の事実で、撮影当時にお世話になった医師の病院でお世話になっているとのこと。なので本当の病状などが漏れないように、現在もお付き合いがあるようです。目撃情報もちらほらありますが、そろそろ神田正輝さんも病名を公表する時が来るかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回は神田正輝さんの最近の様子、過去のさまざまな女性と浮きな卒業大学、プライベートな恋愛、そして結婚について詳しく見ていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。